ゲートってあんなに大きかったっけ。拡大しているわね、間違いなく。50年後の未来と比べればまだ小さいけれど。ここへ来るといろいろなことを思い出すわ。レッドストリングス、多分行ける気がする。そうか、その感覚が俺にもわかるといいんだけど。俺たちもサスでサポートしよう。皆の脳をつなげば超能力の底上げはできるはずだ。それとどんな未知の危険があるかわからないから、できるだけ早く現代に戻ってきた方がいいわ。そのためには確実に若菜さんに会える日時と場所、そこへピンポイントで飛べるといいのだけど。2009年10月4日、六将市の旧海抜軍病院。そこへ行けば必ずお袋に会える。お袋の命日だよ。俺もあの時病院にいたし、間違いようがない。そうか、その日に六将市が怪異襲撃を受けて、病院は今の周防新館に移転したんだったね。分かったわ。うまくできるかわからないけど、その日と場所を強くイメージしましょう。確認だが、僕たち全員で行くのか。10人の集団だと病院ではそこそこ目立つぞ。そのことなのですが、僕の瞬間移動と同じように人数が多いほど脳への負荷が高いのではないでしょうか。それじゃあ一緒に行く人を絞る？重ね、酷なことを言うようですが、僕は重ね一人で飛ぶのが最も低リスクだと考えます。ルカ！どちらにしろレッドストリングス能力者以外は一定時間で引き戻されてしまうのでしょう。僕たちが同行することはいたずらにユイトと重ねの負担を増すことになるだけではないでしょうか。それなら俺も一緒に行く。重ね一人だけで行かせるのは。いや、私もルカと同意見だ。別の懸念からだがね。推測でしかないが、ユイトと幼いユイト、同一人物が出会ってしまった場合、何が起きるのかわからない。仮定の話ではあるが、今回の挑戦の中で明確に避けられるリスクだと私は考えている。けど会わないようにすれば。いや、絶対とは言えないのか。でも重ね一人っていうのは。私は一人じゃないわ。みんながサスでサポートしてくれるんでしょう。それに同じ力を持つあなたがここに残ってくれれば、私がこの時代へ戻ってくる目印になってくれる。そんな気がするの。俺は東大ってことか。わかった。でも無理はしないでくれよ。ええ、約束するわ。ねえユイト、手を出して。あなたのレッドストリングスも貸してほしいの。もちろん、それぐらいはさせてもらうさ。あの時の再現なら俺の力もあった方がいいはずだ。それじゃあ始めよう。イメージしましょう。11年前の海抜軍病院へ、ママに会いに。待ってるからな。
ここは前と同じ。ママがいる場所。大丈夫、できる。強くイメージして。旧海抜群病院、11年前。ここは病院よね。診察案内。今日は2009年10月4日。思った通りに跳躍できたみたいね。レッドストリングスの感覚、なんとなく掴んだわ。そう何度も使えそうにはないけれど、ママを探しに行きましょう。あなたは重ねなのね。私は、ある日にね、届いたの、未来の記憶が。渡月にやってきたあなたの姿がそこにはあったから。レイブは賭けに勝ったと言っていいのかしら。レッドストリングスの可能性を証明したのね。ママ、一体どういうこと？レイブの中枢には過去のレッドストリングス能力者の脳がつながれているの。みんな重ねほどの力はなかったけれど、レイブはその脳を使って擬似的なレッドストリングスを起こした。そしてデータを時を超えて転送したのよ、過去のレッドストリングス保持者にね。転送？じゃあ消去されたわけじゃなかったのね。でもどうしてそれを？レイブの中にある私の脳と引き合ったのね。レイブのデータは私の頭の中に転送されたのよ。そんなことが。レイブは計画がついえないよう賭けに出たのよ。とにかく膨大な量のデータが私の中に流れ込んできたわ。頭が割れるように痛んで気を失って、目覚めた時にもたらされた情報に気づいて愕然としたの。これでもさすがに全ての情報を転送したのではないんでしょうけれど、だからあなたが元気でいることは知っていたけれど、今は懐かしんでいる場合ではないわね。時間がないんでしょ。ありがとうママ。クナドゲートのこと何か知っているなら教えてほしいの。クナドゲートを消すには本当にユイトが死ぬしか方法はないの？ええ、そうよ。ユイトが生きている限り世界はクナドゲートによって滅びてしまう。そ
そんな。だからこそ私はそうならないように準備をしてきたの。挑戦するならレッドストリングスが発言している今しかない。私を重ねの時代へ連れて行って。分かった。理由は分からないけど、そうすればいいのね。待って、その前にユイトを見つけないと。見つけるって？かくれんぼの途中なの。大丈夫、すぐそこに隠れてるから。ようやく完成したのよ、ユイトを記憶障害から守るための装置が。それってユイトが今もつけているイヤーカフ？もともとは海抜群病院が作った特別な患者を管理するためのタグなんだけど、こっちは特注品なの。これをユイトが今つけているものと交換すれば、あの子は大丈夫。その後で未来へ行きましょう。だったらすぐにユイトを捕まえて。え？あ、ユイト、待ちなさい！怪異警報始まったのね。ママ、ママの安全は私が守るから、一緒にユイトを追いましょう。怪異がいつやってくるかわからない。早くユイトを見つけないと危険だわ。ユイト、どこなの？ユイト！ママ危ない！ママ、急ごう。よかった、間に合って。ユイト、説明してる時間がないの。これをつけさせて。ママ、若菜さん、あなたのお母さんからお願いされたの。いいよ。あなたは生きるのよ。大丈夫ですか？怪我をされた方は？この子を安全なところに、ジョー・スメラギのご子息です。わかりました。さあ、こっちへ。ちゃんとユイトにつけてあげたわ。ありがとう。まだ人の目があるわね。こっちへ。それじゃあ、ええ、お願いするわ。大丈夫、できるはず。ユイトをイメージして
帰るのよ。私の時代へ。連れて行って、あなたたちの時代に。デイブの見せたビジョンと同じ。ということは、お母さん、なぜだ。おい、カサネ、一体どういう。ママ、話は後で。おそらく脳にかなりの負担がかかっているわ。どこかで休んでもらいましょう。ですが、そうこうしているうちに元の時代へ引き戻されてしまうのではないですか。それは大丈夫よ。私も弱いけれどレッドストリングス能力者だから。とにかく急いでアジトに戻ろう。若菜さんは少し眠れば大丈夫そうよ。脳に異常はないし、一時的な疲労の症状みたいね。そう、大事じゃなくてよかったわ。お袋はこの時代に留まれるって言ってたし、しばらくは休んでもらおう。若菜さんがベイブの研究データを知識として持っているということなら、少し巧妙が見えるな。そういえばベイブの中で出た話で少し気になることがあるのだけど、あそこでは怪異が意図的に作り出されていたけど、ニューヒム科の怪異化技術も同じようなものなの。おそらくな。ナオミちゃんが撃たれた銃弾が特殊で、中に重粒子が込められていた可能性が高い。ニューヒム科がどこまで重粒子について掴んでいたかは俺も探りきれなかったが、しかし重粒子を銃弾化できるような技術があるなら、断絶の帯をどうにかすることもできそうなものだがな。トゲツもニューヒム化もできていないということは、制御が困難なのでしょう。粒子量が関係あるのかもな。断絶の帯って重粒子でできてるんだよな。じゃあ空から降ってくる貝も元は何かの生物なのか。鳥じゃないよね。断絶の帯があるのは成層圏あたりって習ったし。でも他に生き物って。断絶の帯の外、宇宙からやってきていると考えるのが妥当だろうね。例えば月から。ほぼ正解。断絶の帯の外側にある月のステーションから生物の遺伝情報が透過されているってことらしいわ。怪異の効果自体も月の差し金ということか。俺たちがいくら討伐しても怪異は無限に生まれるわけか。ひどい。地球に住む人たちを何だと思ってるの。許せないだよな。けどまあ、月の人間も怪異化から逃れるのに必死だったんだろうよ。だから許せってわけじゃねえが、月の科学技術なら何らかの対抗手段もあったんだろうが、増えすぎた人類全てを救うのは土台無理な話だ。ポープ博士の記憶にも残っているわ。怪異の脅威に怯える人々の姿が。さて、若菜さんに話を聞くにもしばらくは待機だな。サボ、もとい休息時間ってことで問題ないね。いいよ、言い直さなくても。堂々とサボってくれ。この先の話はお袋の目が覚めてからにしよう。
ことは許せない。でも月でも怪異化が人々を苦しめているのだとしたら、カサネは若菜さんと暮らしていた頃のことを思い出しつつあるのかな。いいえ、残念だけど。でもママと過ごした日々に感じていた優しく温かな気持ちは思い出せたわ。それはママに会えたおかげよね。こんな形でだけど再会できてよかった。重ね、あ、少し話せるか。頼みがあるのだが。ええ、何？お前には酷なことかもしれないが、ナオミが亡くなった場所を俺に教えてくれないか。ナオミのことを他のやつから聞かせてもらった。あいつが行った場所をこの目で確かめておきたい。もちろんお前が辛ければ無理にとは言わない。分かったわ。場所は水波川よ。一緒に行きましょう。いいのか？ええ、私も玄馬には見ておいてもらった方がいいと思うから。すまない。では頼む。この辺りを、お姉ちゃんが死んでしまったのは、ここで渡月の兵と戦っていた時、怪異にされた他の人たちと一緒に逃げ場を失った私たちを助けてくれたの。命を懸けて。お前には辛いことだっただろうな。そうね。今でもこの場所を見ると胸が苦しい。でもあの時お姉ちゃんが言っていたの、生きてこられてよかったって。最後に人間らしく生きられたって。お姉ちゃんはずっと苦しんでいたけど、その先に生きる意味を見つけられた。だから私も立ち止まらないわ。これから何があっても生き抜いてみせる。そうか、ナオミは精一杯生きたんだな。玄馬、もしかして泣いているの？ん？ああ、そのようだ。すまん。まさかお姉ちゃんの後を追って死にたいなんて言うわけじゃないわよね。大丈夫だ、そんなつもりはない。俺はもう自分の命を無駄にしないと決めた。そんなことをすればナオミも嫌がるだろうしな。そう、安心したわ。どうしてこの場所に来ようと思ったの？自分の気持ちを確認したかった。これから残された人生で何を成したいのか。俺はもう誰もナオミのような目に遭わせたくはない。だがこの国の歪みはあまりにも大きい。力のために罪もないものを利用して使い捨てる。周防も青蘭も何も変わりはしない。そうね。お姉ちゃんみたいに苦しんでいる人は今もこの国のどこかにいるんでしょうね。相手の大きさに二の足を踏んでいたが、ここでナオミの最後を知って俺もようやく進むべき道が定まった。
政府のしてきたことが表沙汰になった今、この国の体制も徐々に変わろうとしている。俺もこれから新しい体制作りに協力していきたいと思う。今までの歪みを一掃できるようにな。それが俺にできるナオミへのせめてもの弔いだ。目標が見つかってよかったわ。お姉ちゃんも喜ぶと思う。退役しても暇になることはなさそうね。そうだな。実は退役のことでもう一つ考えている。少々うぬぼれが過ぎるかもしれんが、もし海抜軍の退役兵である俺が長生きして社会的な役割を果たすことができれば、超能力者の老化現象への適応のモデルケースとして皇族の見本になれるだろうとな。さすがだわ。経験を積んできただけあって、いろいろと現実的に考えているのね。いや、俺一人で思いついたわけではない。重ねと話していて思いついたことだ。そうなの？ああ、この間料理の味見をしてもらっただろう。おかげで戦い以外での自分にも少し自信が持てた。超能力を失っても新しく挑戦していけることはいくらでもあるんだとな。退役後が不安になることもあったが、今は退役が楽しみにさえ感じる。変われば変わるものだな。確かに最初にお姉ちゃんの手紙をもらった時と比べて随分明るい表情になったわ。お姉ちゃんのいなくなった世界でこれからも新しい人生が続いていくのね。私も玄馬も、せっかくだから私も何か新しいことを始めてみようかしら。おお、それなら重ねも一緒に料理をしてみるか。なかなか奥が深いものだぞ。そうね、考えてみるわ。お前は戦闘での動きに無駄がないな。戦闘経験も少ないのに大したものだ。ただ迷いがないのはいいが、あまり行き急ぐなよ。時には立ち止まって考えることも必要だ。ええ、そうね。忠告ありがとう。覚えておくようにするわ。いかんな。どうにも説教じみたことを言ってしまって。これも年のせいか。知れば知るほど大したやつだな、お前は。急にどうしたの、ゲンマ。私からすればあなたの方がすごいと思うけれど。カサネ、ちょっといいか？ええ、何か用事？忙しければ今でなくても構わないんだが、模擬戦に付き合ってもらいたい。分かったわ。今からで大丈夫よ。訓練施設へ行きましょう。くそ、今度こそ勝てると思ったのに、最後の最後で逆転されるなんて。最後は私が押し切ったけど、ギリギリだったわよ。いい訓練になったわ。ありがとう。でも随分動きが変わったわね。なんていうか、戦い方に迷いがなくなった気がする。また上から目線か。僕に勝ったからって調子に乗るなよ。私は褒めてるつもりなんだけど。わかってるよ。でもいいか、今回の経験を踏まえて次は僕が勝つからな。首を洗って待ってろよ。熱心なのはいいけど、無理はしないようにね。家族にも心配されるわよ。無理をしてもしなくても心配されてばかりさ。あの人たちは僕が何を言ったって聞かないんだ。いいご両親じゃない。
メッセージにはちゃんと返信してるんでしょうね。してるとも。それでもうるさいから、これからは時々顔を見せに行くことにした。それはいいわね。お母さんたち喜んだでしょう。いつ帰ってくるんだ、明日かって大騒ぎだ。こっちだって忙しいって言うのに。いつもそういう風に言うけど、シデンは家族が大事なのよね。素直になれないだけなんでしょ。僕は普通だ。お前が率直すぎるだけだろ。でもそれが強さの理由なのかな。お前は他人の目を気にせず、自分にとって最も大事なもののために戦うことができる人間だ。それは数値化できない強さで、全く理解不能だったが、お前を見ていて分かったことが一つある。何かしら。本当の強さっていうのは他人と比べるものじゃない。人には人の、僕には僕だけの強さがあるんだな。とにかくちょっと才能があるからって調子に乗るなよ。いずれ僕はお前を追い越して海抜群のトップに上り詰めるんだからな。成長したと思って話を聞いていたら、結局あまり変わっていないのね。なんだと。でも急に素直になっても気持ち悪いし、そのままでいいと思うわ。相変わらず口が悪いな。そんな態度でお前は本当に僕と仲良くするつもりがあるのか。それなんだけど、強化はああ言ってたけど、私たち無理に仲良くしなくてもいいと思うの。は？お互いに考え方は違うけど、戦場では背中を預けられる。それで十分なんじゃない？ふん。これからも同じ隊で戦っていくんだ。そこまで言うなら協力体制ぐらいは敷いてやる。ええ、これからもよろしく、シデン。重ね、ちょうどよかったわ。セーラーの町に 200% 当たるって噂の人気占い師が来ているの。 200% って一度に2回当たる計算になるけど、何にしても私はあまり興味がないわ。そう言わずに一緒に見てもらいましょう。これからの戦いに大事な何かが得られるかもしれないわ。何も得られないと思うけど、まあいいわ。強化がそんなに行きたいなら私も付き合う。よかった。それじゃあ早速行きましょう。きっともう行列ができてるはずよ。本当に行列ができてるわ。こんなに大勢が占いなんて非科学的なことを信じてるのね。世の中には科学で説明できないこともあるのよ。さあ並びましょう。時間がかかりそうね。私は飲み物を買ってくるから、重ねはこのまま並んでいて。今日か、遅いわね。何かあったのかしら。探しに行ってみましょう。強化、どこまで行ったのかしら。あ、見つけたわ。強化、誰か一緒にいるの？あ、重ね、ごめんなさい。私。何があったの？今話していたのは誰？トゲツの人間だったわ。え？トゲツは
もう壊滅しても同然の状態かと思っていたけれど。私も驚いたわ。ニューヒムカに散らばっていた工作員たちがまだ残党として活動していたようね。私に仲間に戻れと言ってきたわ。でも一体何のために。トゲツを動かしていたベイブはもう機能していないはずでしょ。そのベイブを復活させるためにポープ博士が持つ脳科学の知識が必要ということらしいわ。ポープ博士の膨大な記憶情報に適応できたのは私一人。ベイブが失われた今、博士の記憶は私の脳にしかないの。念のため聞いておくけど、戻るつもりはないわね。もちろんよ。それだけは絶対にありえないわ。でも何か不安があるのね。彼女にこう言われたの。トゲツに作られた存在としてお前が生まれ持った役割を果たせって。勝手な話ね。そうね。でも私がトゲツの目的を果たすために作られた存在なのは事実だわ。脳も体も何もかも。トゲツにいた頃は与えられた命令を遂行することだけが自分の価値だと思っていた。今の私がここにいるのはその価値を否定した結果。後悔はないけれど、時々不安になることがあるの。自分の存在がひどく頼りないものに思えて、私なんて無価値な存在なんじゃないかって。そんなことはないわ。私もみんなも強化に何度も助けられてきたし、私たちはポープ博士の記憶なんかじゃなく、仲間として今ここにいる強化を必要としているの。ありがとう、カサネ。そうね、彼らの言葉に振り回されていてはダメよね。トゲツの残党の企みを止めるためにも、こちらから向こうの動きを探ってみましょう。何か手がかりはあるの？まだないけれど、彼らが私を必要としている以上、必ずまたアプローチしてくるはずよ。その時は話に乗ったふりをして動向を見てみるわ。うまくいけばおびき出せるかもしれない。いい作戦だけどリスクもあるわ。私にも協力させて。強化一人では行かせられない。分かったわ。本当はあなたを巻き込むのは心苦しいのだけど、ここは頼らせてもらうわね。あ、結局占いに行きそびれちゃったわ。はあ、ありがたいお話が聞けると思ったのに。思えば重ねとも長い付き合いね。訓練生の頃から今まで。重ねの成長にはいつも驚かされてばかりだわ。そうなのかしら。自分ではどう変わったかよくわからないけど。あなたはとっても立派になったわ。これからも見守っていけたらいいわね。重ねって以前より私に心を開いてくれているわよね。感激だわ。ちょっと大げさすぎる気もするけれど、でも確かに強化とは話しやすいわ。嵐、ちょっといい？このプログラムだけど、アップデート後に。珍しく熱心ね。新しいプログラムでも作成しているのかしら。あ、重ね！これゲーム画面じゃない。仕事じゃなくて遊んでいたの？見つかったか。とはいえいつものことだろ。
今さらそう目くじらを立てることもあるまい。なんでそこまでサボりたがるのよ。単なるサボりではない。無駄な仕事で体力や精神力を消耗しないようにするための防衛手段なんだよ。防衛手段？それって結局は。嵐、ちょっといい？なんだ、遥かまで私のサボりを攻めに来たのか。冗談言ってる場合じゃないわ。吹雪連隊長がピンチかもしれない。何があった？数時間前から連絡が取れないらしいの。位置情報も消失してるって。海抜群内でも情報が錯綜しているから収集がつかなくて、変な憶測ばかり飛び交ってるのよ。だったら私たちで捜索に出ましょう。いや、その必要はないよ。どうして？どうせ涼しい顔でフラッと帰ってくるに決まっている。探しに行くだけ損だ。たった一人の弟を助けに行くのが得とか損とかの問題なの？無駄な労力は使うべきじゃないと言っているんだよ。いいわ、だったら言い方を変えましょうか。一時無駄な労力を使うのと、失って一生後悔するのと、どっちが本当に得だと思う？失う？そうか、重ね、君は。なるほど、一理あるかもしれないな。遥か、最後に吹雪が確認された位置情報を送ってくれ。ええ、ちょっと待ってて。はい、送ったわ。ただ時間が経ってるから捜索範囲を。あ、嵐？まさか一人で行っちゃった？遥、嵐の居場所 GPS で追える？今やってるけど、あちこちから嵐の位置情報が飛んできて現在地を捉えきれない。超高速のせいね。下手に動くより嵐の移動がある程度落ち着くまで様子を見ましょう。あ、嵐が止まったわ。場所は嵐だ。瓦礫で道が塞がっていて進めない。こいつをどうにかするには重ねの超能力が必要だ。座標を送るから応援を頼むよ。それじゃよろしく。勝手なんだから。指定された場所へ向かうわ。座標は配置化軌道のあたりね。嵐、今配置化軌道内を移動中よ。そちらに向かってるわ。了解、できれば急いでくれ。こちらは現地の調査を進めておくよ。では後ほど。ヘッド、ちょっと嵐、言いたいことだけ。前ですね。よし、それ重ねが言っちゃう。続けていく。敵は電気で攻撃してきてるわね。当てると大変よ。ビリビリして動けなくなるから。私に任せて。やったわ。続けていく。やるわよ。これでとどめ。液体、私がやる。終わり。油、
かかったら動きが鈍くなるわよ。気をつけてね。敵を翻弄しましょう。あそこに何かあるわ。任せましたよ。外角へのダメージを確認。壊せそうよ。外角が壊れた。弱点を狙いそうです。無駄よ、ズミン。借りるわ、死ね。もうすぐ指定された座標の位置よ。了解。そういえば、カサネが出発する前に町中で突風が起きてるって報告が入っていたの。突風？ええ、被害は全くないんだけど気味が悪いって。一応そっちでも警戒しておいて。多分突風はもう起こらないと思う。それきっと嵐だったんじゃない？四方八方走り回って吹雪連隊長の痕跡を探していたんでしょうね。放っておけなんて言ってたくせに、すごく心配していたんじゃない？どこか隙間でもあればそこからどうにか。いた、嵐。カサネ、待ちわびくたびれたぞ。待ちわびるだけにしてほしかったわね。まあ言いたいことはたくさんあるけれど、まずはこれをどうにかしないとね。ああ、頼む。さあ、これで進めるわよ。吹雪連隊長はこの先にいるの？おそらくな。ここで大きな戦闘があったらしいんだ。瓦礫も崩れたばかりのようだから、きっと。しつこいわね。次から次へと。なんだろうと構うか。引き下がるつもりはない。借りるわ、死ね。もっと重ねよ。さすで超高速を使ってみるのはどうだ。決めるわ。急いで片付けよう、重ね。この辺りは特に崩れやすいようだから危険だ。了解。無駄よ、終わりに。急に崩れることもあるかもしれないが、嵐も気をつけて。もし私がやる、ズミン。この奥がさらに崩れる。無駄よ、終わりに。例えないだろうな。我が肝、終わりよ。嵐の、また瓦礫か。任せて。吹雪。姉さん。姉さん、どうしてここに？それはこちらのセリフだ。一体何があった？
この付近の調査中に突発的な断絶の帯の効果で通信障害が起きたんだ。それで連絡が取れなくて、しかも大量に発生した怪異に道を崩されて戻れなくなっていたんだ。なんだ、やっぱりわざわざ私が来ることもなかったじゃないか。まったく。いや、それでも助かったことに変わりはないよ。カサネ、ありがとう。おかげで助かった。姉さんにも手間を取らせたね。ああ、本当に手間だった。おかげでクタクタだ。心配させてごめん。そういえば、姉さんに助けられるのは二度目だね。うん。もしかして前にもこんなことがあったんですか？ああ、子供の頃僕が海抜軍にスカウトを受けた時のことだよ。姉さんは僕を連れて行かせまいとして超能力で大暴れして妨害したんだ。妨害って？スカウトは強制よ。そんなことをしたって無駄なのに、どうして？海抜軍に入れば死は隣り合わせだ。理不尽なことでも飲み込まなければならない時もある。私なら耐えられるが、吹雪のような真面目な奴には適性がないことはよく分かっていたからね。適性のない奴は無駄死にする可能性が高い。だったら最初から入隊しなければいいと思ったんだよ。だが結局は何の変化も起こせなかった。子供のダダだよ。あれは人生で一番無駄な行為だった。結局弟はこの通り海抜群入り。しかも水が合っていたのか無理をしているのか連隊長にまで上り詰めた。私の方は無様に負傷するわ、上層部に目をつけられて広報なんかをやらされてるわ、踏んだり蹴ったりだ。負傷？怪我をしたってことよね？ああ、バカなことをしたよ。超高速でやたらと暴れてね。ぶつかった時の衝撃が強すぎて手足が吹っ飛んだ。手足って？大丈夫、綺麗に治療はしてもらったから傷跡は目立たないよ。だがさっき重ねが言った通り、無駄な行動を取った結果得るものは何もなかったのさ。今日と同じだ。僕にとってはどちらも無駄じゃなかったよ。吹雪？姉さんは命を懸けて守ってくれた。小さな体で必死に僕を背にかばって、その姿を見ていたから自分も誰かのために命を懸けられる人間になりたいと思えたんだ。それに姉さんが治療している間に手紙を書く楽しさも知ったしね。手紙？なんだそれは。忘れたの？手のリハビリの一環で僕に手紙を書いてくれただろ。だから僕も手紙を書くようになったんだ。今じゃ趣味みたいなものさ。そうだったかな。おかげで手紙を書くのはいい息抜きになってるよ。それにもう一つ、僕のために必死になってくれた姉さんを思い出して自分を奮い立たせることもできる。だからね、無駄じゃないんだよ姉さん。ねえ、今日のこと本当に無駄だったと思う？ああ、無駄だね。そう。やっぱり私は無駄が嫌いだ。でも無駄がイコール悪というわけじゃない。ま、たまにはこういうのも悪くはないよ。私の流儀に反していて気恥ずかしいけれどね。私も長いこと海抜群に身を置いてきたが、重ねみたいにできる新人は珍しいね。
仕事を押し付けやすい新人ってことでしょ。私だって誰にでも仕事を押し付けるわけじゃない。こなす能力があると思える相手だからこそさ。それに重ねは仕事だけじゃなく個人的にも信頼できる相手だからね。というわけでこれからも存分に私の手足となって働いてくれたまえよ。君は面白いな、カサネ。君の良さをたくさん見つけつつあるよ。私が面白い。でも誰かを知るって悪くないわね。カサネ、今はいいかな。一緒にスオのカフェに行かない？別にいいけど、どうかしたの？うん、ちょっとカサネに聞いてもらいたいことがあるんだ。花火、もしかしてユイトのこと覚悟を決めたのかしら。わかったわ、行きましょう。じゃあ早速話を聞かせてもらえる？いつもながら単刀直入だね。じゃあ遠慮なく。実は海抜群のことで重ねと話したくて。海抜群のこと？ユイトの話じゃないの？もう私だって四六時中ユイトのことばっかり考えてるわけじゃないんだからね。確かにちょっと前まではそうだったかもしれないけど。でも今日はユイトの話は禁止。これからはユイトに寄りかかるんじゃなくて、ちゃんと自分自身の考えを持ちたいから。そう、わかった。それで海抜群のことって？あのね、私たち今までの戦いで海抜群の影の部分をたくさん見てきたでしょ。海抜群が正義の味方じゃないって、残酷な実験で人々を犠牲にしてきた組織なんだって知っちゃった。そうね。迷ってるんだ。このまま状況に流されて海抜群に残ってていいのかなって。最後は自分で決めなきゃだけど、重ねはどう思うか意見を聞かせてほしいの。そうね。もし今の居場所に疑問があるのなら、そこを出ていくか自分で変えていくしかないと思う。そっか、やっぱりその二択になるよね。でも私は出ていくのやっぱり嫌だな。海抜群には仲間もいるし大切な人もいる。それに何より私、逃げるようなことしたくない。今の海抜群がおかしいって分かってるからこそ、ちゃんと向き合わなきゃいけない気がするんだ。それなら答えは一つしかないわね。そうだね。本当はもう答え出てたのかも。はっきり口にするのが不安だっただけで。私、海抜群を変えたいんだ。大好きな人たちがいる大好きな場所だから諦めたくない。人を犠牲にするんじゃなくて、人を生かせる人のための海抜群にする。うん、それが私の目標。いい目標だと思うわ。まっすぐで花火らしくてちょっと大それてるけどね。でもユイトや重ねに並ぼうと思ったらこれくらいできなきゃだし。花火なら問題ないと思うわ。前に言ったわよね、あなたには戦線を切り開く突破力があるって。戦い以外でもきっと同じじゃないかしら。覚悟さえあればどこへでも切り込んでいけるわ。やっぱり褒め言葉に聞こえないけど。でもありがとう。覚悟決めてやってみるよ。ねえ、重ね。私、重ねと友達になれてよかった。どうしたの？
急に。私、前はユイトのことしか見えてなかった。でも、カサネと話すようになって、このままじゃダメだって思えたの。私も、花火のおかげで視野が広がったと思うわ。今まで考えなかったようなことを考えたり。カサネ、私の気のせいだったら悪いんだけど、もしかして海抜群を離れる気だったりする？どうしてそう思ったの？なんとなく。さっき海抜群を出ていくって選択肢がさらっと出てきたから、もしかしてと思って。まだ何も決めたわけじゃないの。でも確かにそんな可能性も考えてはいるわ。そっか。お別れになったら寂しいな。でも、カサネがどんな道を選んでも私はずっと応援してるよ。ありがとう。心強いわ。どうせなら離れる前に花火がユイトに告白するところは見ておきたい気がするけど。ちょっとカサネ、ユイトの話禁止って言ったでしょ？そうだったかしら。もうまだまだだよ。でもようやく一歩は踏み出せそうかな。だから幸運を祈ってて。ええ、あなたの望みが叶うことを願っているわ。恋愛のことも花火自身のことも。カサネ、私もだよ。お互い頑張ろうね。この握手はどういう意味なの？あ、私にもわかんないけど、なんだかつい友達の印ってとこかな。たとえ離れ離れになってもずっと友達としてよろしくねって。わかったわ。これからもよろしく、花火。さて、それじゃあそろそろ行こうか。まだまだやること山盛りだもんね。ええ、そうね。行きましょう。カサネ、最近ちょっと丸くなった？話し方とか。そうかしら。特に自覚はないけど。そう？なんとなく話しやすくなった気がしてたけど、もしかしたら私の感じ方が変わったのかも。私がカサネのこと前より分かるようになってきたから気持ちが伝わるのかもね。なんだか嬉しいな。私のこと信頼してくれてるんだね。嬉しいよ。ええ、花火なら安心して任せられるわ。これが信頼なのね。私のママがユイトのお母さんだったって話、ユイトはどう思ってるのかしら。ユイト、今時間あるかしら。ああ、大丈夫だよ。何？そのママの話をしたいと思って。お互い話したいことがいろいろあるでしょ。そうだな。俺も改めてじっくり話したかったんだ。あ、せっかくだから水葉川まで出かけないか？どうして？気分転換にちょっとしたピクニックもいいかなって。俺弁当作っていくからさ。会議の真っただ中でピクニック？まあ戦闘の肩慣らしにはなるかしら。そうそう、実戦訓練を兼ねてってことで。じゃあ1時間後に出発しよう。わかったわ。この辺の会はあらかた片付いたな。そろそろ休もうか。ほら、カサネの分の弁当。ずいぶん手が込んでるわ。もしかするとお姉ちゃんより上手かも。いえ、
それは褒めすぎね。もっと簡単なのにしようと思ったんだけど、ついつい力が入っちゃってやりすぎたかな。別にいいんじゃないかしら。味も悪くないわ。あ、ありがとう。それじゃあ食べながら話そうか。しかし俺の袋をママなんて呼ぶから驚いたよ。私のママのことをあなたがお母さんって呼んだんでしょう。そんなのどっちでも一緒じゃ。いや待てよ、育てられたのはカサネの方が先なのか。そうね、ママがトゲツにいた頃に私を育てて、それからスオーでユイドたちを産んだことになるから。ってことはカサネと俺は姉と弟みたいなもんなのかな。ちょっと待って、どうして私が姉なの。だってカサネが先に育てられたんだろ。つまりカサネの方が俺より年上ってことじゃないか。それはそう言われるとその通りね。あまり深く考えたことがなかったわ。まあ海抜群にいると実年齢がいくつかなんて意識することもないしな。私自身記憶がないのよ。ママがいなくなってからランドール家へ養子に来るまでのことは。その間に兄貴と俺が生まれたわけだから10年は経ってたことになるよな。冷凍睡眠でもされてたとか。そうかもしれないわね。私が覚えているのは大事なママがいなくなった辛い気持ちだけ。ああでもほら、お袋が渡月を離れた結果俺が生まれたわけだから俺としてはありがたいかなって。そう。あ、悪い、ちょっと無神経だったな。いいえ、ママが渡月に残っていたらあなたが生まれていないのは事実よ。だとすると俺も重ねのことをお姉ちゃんって呼んだ方が。やめて、お姉ちゃんはナオミだけ。そんなの私には似合わないから。分かった、もう言わないよ。今のは笑いで気持ちを和らげようとしてくれたの。だとしたら強く言い過ぎたかもしれないわ。ふぅ、食べた食べた。我ながらなかなかだったな。そうね、ごちそうさま。ねえユイト、ママとまた会えたことあなたはどう感じてる。そうだな、世界の危機だし必要に迫られてたけど、正直言えばめちゃくちゃ嬉しかったよ。私もママの顔をこの目で見た瞬間、自分が子供に戻ったみたいで不思議な感じがしたわ。お互い小さいうちしか会えなかったんだもんな。俺お袋と話したいことがたくさんあってさ。私だって。でもその時間はあるのかしら。どうなのかな、いつまでこの時代にとどまっていられるのか。カサネは聞いてないか。何も。もしかしてこのままこの時代にとどまってくれるんじゃないかって思いたいけど。うん、でも正直心のどこかで分かってる、ずっと一緒にはいられないんだろうなって。そうね、でも寂しがってばかりいるのも何か違うような気がするの。ごめん、カサネは偉いな。俺なんかつい湿っぽいことばっか言っちゃって。別に責めてるわけじゃないわ。ただ私は会えなくなることが関係の終わりだとは思いたくない。たとえ一緒にはいられなくても誰かに愛された記憶はなくならないものでしょ。俺も小さかったけどなんとなく覚えてるな。お袋と一緒にいて自分が幸せだったこと。そういう記憶がある限りどれだけ時間を隔てても私たちの気持ちはつながってる。そう思いたいの。そうよねお姉ちゃん。
いいな、その考え方。レッドストリングスなんてなくても心は時間を超えてつながってるのかもな。ええ、言葉にすると陳腐だけれど。そうかな、そんなことないと思うけど。でも時間跳躍能力には随分振り回されてきたよな。文句言いたくなることもあるけど、でももう一度お袋に会わせてくれたことだけは感謝したいかな。そうね、大事な思い出が増えたわ。笑わないでほしいんだけどさ、俺直接会って声聞いたらなんかグッときちゃって、正直泣きそうだったよ。笑わないわ、私も同じ気持ちになったから。ちょっと街の外でくつろぎすぎたかな。ちょうどいいわ、食後の腹ごなしをしてから帰りましょう。よし、二人で協力してサクッと片付けるぞ。気を抜かないでユイト、雑魚ばかりとは限らないわ。サスで連携を取って周囲への警戒も怠らないで。なんだか余計なことを言ってるような。ユイトにお姉ちゃんなんて言われたせいかしら。ああ、うん、ありがとう。そうだよな、十分警戒するよ。そう、なら行きましょう。なあ、カサネ。俺、前にカサネのこと一匹狼なんて言ったけど、今思うとやっぱりあれは間違ってたよ。カサネは一匹狼どころかみんなを引っ張ってるんだな。そういうことはユイトの方が得意なんじゃないかしら。そうかな、俺はカサネも得意だと思うよ。俺もみんなもカサネを頼りにしてるんだからさ。って結構優しいとこあるよな。あ、結構ってのは失礼か。別に気にしないわ。でももしそうならあなたのお人よしが映ったのかもね。皆さんに心配をかけてしまったわね。ごめんなさい。無理してないよな。大丈夫よ。それに急いで向かわないといけないから。クナドゲートにね。またあそこに戻るってこと？あれをどうにかする方法をママは知っているの？ええ、クナドゲート内部にあるもつれを消さなければ世界はいずれ滅びてしまうことになる。もつれ、それは一体何です？詳しい説明はクナドゲートのところへ行ってからにさせていただけませんか？わかった。みんなクナド高速へ出発する準備をしよう。お母さん、こっちに座って待ってたら？ありがとう。大きくなったのね。なんだよ急に。海抜群に入ったのね。カイトは元気？仲良くやってる？元気だよ。仲はあまり良くはないけど。そう。ねえ、あなたたちの時代、この現在に起きていることを簡単に教えてくれないかしら。ってところね。
あと残された問題がクナドゲートの存在なの。ありがとう。私の持つベイブのデータと合わせるといろいろなことが理解できた気がするわ。そろそろ出発できそうかしら。あ、うん、そうだな。ママ、行きましょう。どうかした？カサネがいい子に育ってくれて本当によかった。よかったなんて言える立場ではないのだけれど、あなたを置いて逃げたこと本当にごめんなさい。謝らなくていい。ママは殺されかけたんだし、私も渡月にいた頃のことはよく覚えてないし、それに周防に来てからはお姉ちゃんがいてくれたから。それじゃあ重ねのお姉ちゃんにありがとうって言わないといけないわね。うん、きっと喜んでくれるわ。こんな私をママって呼んでくれるのね。早速だが、クナドゲートへの対処法を教えてほしい。もつれとやらもそれに関連があるのだろう。結論から言うと、ユイとカサネ、あなたたち二人でクナドゲートの中へ入り、もつれをほどく必要があるの。ここで言うもつれというのはあくまで概念よ。時間に干渉した痕跡が絡まった赤い糸のように見えるはず。渡月の理論によると、時間跳躍のたびにクナドゲートのような次元の穴が作り出されては消えるはずなの。それが消えていないのはユイトの力がカサネの力と共鳴したためなのよ。クナドゲートは理論上作られるはずのゲートとは違って歪んだ状態で存在し続けてしまった。歪んだゲートを経由する時間跳躍はもつれを生んでしまうの。そのもつれさえほどくことができればクナドゲートを閉じることができるのよ。歪みか、まだピンとこないけど、クナドゲートに入るってつまりあの空の穴の中に入るってことか。もしかしてクナドゲートの中にはあの不思議な空間があるのかしら。ユイトも見たでしょ、初めてゲートが開いた時よ。あ、あの変な映像がたくさんあったところか。そうよ、クナドゲートの中にはカサネが言う不思議な空間が存在しているの。レッドストリングス能力者の主観にのみ存在する概念空間。トゲツはクロノスターミナルと呼んでいたわ。時間を移動するための駅、分岐点といった意味合いでしょうか。うん、ユイトとカサネにしか認識できないわけか。我々が未来へ飛んだ時には気づかなかったのも道理だね。そしてゲートが生まれたこの2020年から他の時代へ時間接触すると、そこにもつれが発生するの。時間接触、それって時間跳躍とは違うの？時間跳躍を含んだもっと広い意味ね。その時代にたどり着かなくても生きかける、つまりその時代にレッドストリングス能力者の存在が一瞬触れただけで干渉したことになる。それが時間接触。実際にどの時代にもつれが発生しているかはあなたたち二人が行って確かめるしかないわ。結局はユイトと重ねに託すしかないのか。もつれを見つけたとしてどうやって解くのかも行ってみないとわからなそうだな。クロノスターミナルは二人の超能力で概念化された世界だから、二人なら解き方も必ずわかるはずよ。理屈じゃなく直感としてね。それに微弱とはいえ私もレッドストリングスを使えるから、ここから二人をサポートするわ。とにかく
またレッドストリングスを使ってクロノスターミナルへ行けばいいのね。今度は俺も一緒に飛ぶんだな。どんな危険が潜んでいるかわからないぞ。しっかり準備をしていけ。二人とも危なくなったらすぐ帰ってきてね。ああ、任せてくれ。その、お袋のことは頼む。大丈夫、心配しないで。若菜さんは私たちが守る。さあ、ゆっくりはしていられないわよ。行けそうなら私に声をかけてね。レッドストリングスのコツはなんとなくつかめた。今度はユイトもいる。私がしっかりしないと。カサネ、行けるか？ええ、大丈夫。二人で意識を集中してクロノスターミナルの光景をイメージするのよ。クロノスターミナルへ。必ずもつれを解くんだ。本当に来られたみたいだな。あの窓みたいな風景の一つ一つが過去や未来へ繋がってるのか。キョロキョロしてる場合じゃないわよ。もつれを探さなきゃいけないんだから。3回目ともなると重ねは冷静だな。けどどうやって探す？今のところ何も感じないけど。これはきっとママよ。俺たちを導いてくれてるのか。行ってみよう。カイ！どうしてクロノスターミナルの中に？落ち着いて。そこはあなたたちの認識で形作られた空間、概念の世界よ。本来とても不安定な場所なの。恐れや不安、感情の揺らぎがそのまま場に影響して過去の記憶と結びついて怪異の姿で現れたのよ。つまりこの怪異たちは私たちの精神的未熟さが作り出したものってこと？そう言われるとなんかカッコ悪いけど、俺たちが作ったんなら俺たちで倒すこともできるよな。あなたたち二人ならきっと大丈夫よ。だけど十分気をつけて。二人で行こうよ。俺たちの認識が作ったってことは、続けていく。怪異は幻なのか。本物にしか見えないぞ。脳が本物と認識している以上、実在しているのと同じよ。本気で戦わないと危険だわ。このままでは火傷する。決めるわ、ズミン。よし。はあ？やったわ。何か感じない？ああ、頭の中がざわつくような妙な感じだ。この風景は2009年のあの日の旧海抜群病院。これがもつれなのね。ああ、理屈はわからないけど確かに感じる。間違いない。これを解く方法はレッドストリングス。俺たちの超能力でだよな、きっと。ええ、私も感じたわ。
私たちの超能力で解けるはずよ。また怪異が出たぞ。仕方ないわ。怪異の相手をしながらもつれを解きましょう。それじゃ任せるぞ。大丈夫、私たち二人ならきっとできる。そうでしょ、ケイト。サポートしてやるから。そうだな、行くぞ。嵐渡して無駄よ。カサネ、感じる。私たちの力で これでクナドゲートは消えるのよね。なあカサネ、あの日俺を助けてくれてありがとう。まだちゃんと俺言ったことなかったからさ。え、何突然。11年前病院で俺を助けてくれたのはカサネだろ。はっきり思い出したんだ。ベルペッパーだった俺はあの時から突然超能力を使えるようになった。俺が力に目覚めたのはきっと、多分だけど、カサネの力を分けてもらったからじゃないかな。何それ、超能力は分けられるものじゃないわ。うん、自分でもおかしなことを言ってるって分かってるよ。でもだとしても、あの日の出会いがあったから俺は今も生きてるし、こうして海抜群になるっていう目標を得られた。そう思うんだ。だからありがとう、カサネ、俺を助けてくれて。どういたしましてでいいのかしら。ピンときてない顔してる。でもそれでいいよ。さて、これでもつれはほどけたよな。みんなも心配してると思うし、帰ろう。ママの力、まだ消えてない。もしかして、もつれは一つじゃなかったのか。だったら簡単な話、全部のもつれをほどけばいいだけだわ。だな。よし、行こう。さっきのもつれ、本当にほどけたんだよな。そのはずだけど、どこかすっきりしないわね。重ねもか、何かが引っかかるんだよな。また出てきたぞ。あれって50年後の未来を聞いたんじゃ。この怪異はユイトを襲った。焼き尽くすわよ。行ってくるわ。続けていく。やってみせるわ。ほどけるはずよ。感じる。これでこの未来は今度こそ完全に消滅するのね。カサネは過去に戻って歴史を変えられるならって考えたことはあるか。それはクナドゲートを消した後の話。ああ、正しい形のレッドストリングスって自由に時代を移動できる超能力なんだろ。そうね、
過去に戻ってお姉ちゃんを助けられたら、そう考えなかったと言ったら嘘になるわ。お姉ちゃんを助けたかった。何か方法があったんじゃないか。何度も何度も考えたわ。ふとした瞬間にもう会えないんだって気づいて、愕然とすることだってある。うん。お姉ちゃんが怪異になる歴史を変えられるなら、もしそんなことができるとしたら。でもやっぱりやらないと思う。どうして？たとえ過去の何かを変えたとして、その先の未来がどうなるかは誰にもわからないわ。私と同じ体にならなければ、スカウトなんてされなければ、私が妹にならなければ、望む結果が得られるまで永遠と過去を変え続けるのが本当にお姉ちゃんを助けることなの。お姉ちゃんだけじゃない、この世界全ての人の人生を私の勝手で改変してもいいなんて間違っているわ。自分の願いさえ叶えば他はどうなっても構わない。そんな風には割り切れないよな。苦しくて受け入れがたいこともたくさんあるけど、背負っていかなきゃいけないのよ。ごめん、変なこと聞いた。でも聞いてよかったよ。俺もさ、似たようなこと考えてたから、重ねも同じなんだって分かってちょっとほっとした。そうだったの。でもこう考えるようになったのは、多分重ねやみんなと出会っていろんなことを知ったからだよ。それは私も同じね。昔の私ならきっと今とは違う結論を出していた気がするわ。入隊の頃の重ねならまず俺との会話を続けてくれなさそうだもんな。別にそんなことは、まああるかもしれないわね。お母さんの、もしかしてまだもつれがあるのか。でももう時間跳躍した時代なんて、いえ考えてる場合じゃないわね。ユイト、行ける？大丈夫。脳の使いすぎかな。ちょっと疲れてきてるけど。急いだ方が良さそうね。時間跳躍したのってさっきの2つの時代だけだよな。ええ、他に接触した時代なんてあったかしら。あれってスメラギの門。そうだ、重ね、最初の時に見た映像だよ。あ、ヤクモスメラギの、あの時にももつれが生まれてしまっていたのね。元連隊長、まだ湧いてくるのね。とにかくもつれを早くほどこう。お願いユイト、嵐渡して。逃げ場はないわ。雑音を立つ。逃げ場はないわ。やるしかないわね。
ってみせる。よし、はい、何をしても無駄。よし、もつれは…ユイト、まずい。私も、これ以上は…俺たち、やったのか。これで全部ほどけたんだよな。多分、だけど何か違和感がある。カレンとヤクもスメラギ、一体どういう…ユイト、カサネ、お母さん、ママ、ここは…よかった、気がついたみたいね。私たち、無事に戻ってこられ…どういうことだ。なんで、クナドゲートは消えてないんだ。それは…お疲れ様。二人ともよく頑張ったわね。もう大丈夫よ。え？だって、まだ…ママ、私たちもつれはほどいてきたわ。なのに、どうして…あとは私に任せなさい。な、何を。ありがとう、元気に育ってくれて。素敵なお友達をたくさん作ってくれて。そのつながりはどんな赤い糸よりも価値のあるものよ。いつまでも大切にしてね。ま、ま。お母さん、過去に戻るのか。戻ったらトゲツが必要なことなの。ごめんなさいね。これ以上一緒にいると辛くなってしまうから。待ってくれよ、まだ話したいことがたくさん。ママ。ユイト、カサネ、どうか幸せな未来に生きてくれますように。今日なのね。脳は渡しても、未来の記憶は渡さない。カイト、ユイト、カサネ。
捕獲対象若菜の死体を確認。死因人格矯正装置の暴走による脳への過剰な負担と推察。不可逆な記憶全消去処置が実行されたと思われる。記憶領域へのダメージ甚大。規定の命令手順に従い脳の回収を実行する。そうか、お袋が時間跳躍した時のもつれが残ってたのか。ママ、自分がいる限りクナドゲートは消えないんだって。先に私たちに事情を説明してくれたのよ。二人にもおばさまが話してくださった内容をメッセージで預かってるから転送しておくね。気持ちをこらえて笑顔でお前らと別れたかったんだよ。立派な人だぜ。若菜さんは自分がもつれを作ってるって最初から分かってたみたい。若菜さんが過去に戻り、その史実通りお亡くなりになればもつれは消えるそうです。本当はもっとお前たちと話したかったはずだ。だがあまり関わると二人が辛くなるからと。おい、その気を落とすなよ。別に心配してるんじゃない。タイの士気が下がるからだ。若菜さんはこの時代の人ではないから、ユイトと重ねとは事情が違ったのね。ごめん、悲しいのは二人なのに、私なんかがメソメソしちゃって。うん、うん。11年前のもつれをほどいた時の違和感、あれはお袋のもつれが残ってたからなんだな。妙だね。若菜さんは戻った、なのになぜ消えない。本当にもつれは全てほどいてきたんだな。私たちが感じたもつれ、11年前と50年後、それとヤクモスメラギの時代、全部ほどいてきたわ。は？ヤクモスメラギの時代に何の関係がある？俺たちがヤクモが暗殺されるところを見ちゃったせいで、多分もつれが発生してたんだと思うんだけど。何言ってんだ？確かにヤクモは事故で重傷は負ったが、暗殺なんてされてねえぞ。私たちにもよくわからないわ。だけど見たのよ、ヤクモスメラギがカレンに殺される場面を。なんですって。あの時はもつれのことでいっぱいいっぱいだったけど、そう、確かにあれはカレン元連隊長だった。カレンはカサネの超能力をコピーしているわ。ユイト、あなたの超能力もコピーされたとしたら。いや、俺の超能力は危ないところで。あ、そうだ、カレン元連隊長はカサネの超能力と俺の超能力を共鳴させて時間跳躍をしたのかもしれない。つまりクナドゲートが消えないのはカレンがヤクモの時代に時間跳躍した時のもつれが残っているから。でもユイトたちはもつれを見つけられなかったのよね。見つけられないものを一体どうやって解くの？カレンのもつれは
カレンが解けばいい。そうだね、その通りだ。カレンをクロノスターミナルへ連れて行って、もつれを解かせるしかないだろうね。渡る、カレンの所在は確認できるか？そう言うと思って調べてるが、全然ダメだ。動向が一切つかめねえ。まるで消えちまったみたいだぜ。仮にカレンがヤクモの時代へ飛んだのだとすれば、カレンは過去の時代にいるということになるぞ。過去へカレンを探しに行くというのか？おい、お前たちが見たのは本当にカレンとヤクモだったのか？顔をはっきり見たんだから間違いないわよ。あ、いえ、顔を見たのはカレンだけだわ。でもあれはヤクモだよ。確かに伝承のマスク姿そのものだったし。ああ、そうだよ、マスクだ。それなら辻褄合わせられちまうじゃねえか。一人で納得しないで、説明早く。そう焦らせんなって、つぐみちゃん。史実の通り、ヤクモは大怪我のせいでマスクをかぶるようになったが、事故からしばらく経った頃、急に人前に出てこなくなって、ヤクモは人が変わったようだって噂されてたんだよ。人が変わった？まさか。本物のヤクモは未来から来たカレンに暗殺され、マスクの中身がカレンに入れ替わったと。だからどうなの？結局確かめるためには2000年前に飛ばなきゃいけないのは変わらないでしょ。いや、飛ばなくていいのかも。みんな、俺の兄貴の話、映像を見たよな。兄貴が言ってただろう。ヤクモスメラギは生きている！兄さん、何を？あの方は、周防の地下深くに眠り、今この瞬間も復讐の時を待ち続けているのだ！そうか、カゲロウと同じコールドスリープね。周防の地下にヤクモがいるなら、ヤクモに会えば真実がわかるはずだ。カレン元連隊長がヤクモと入れ替わっていたなら、コールドスリープしているのはカレン元連隊長だ。あの人がどうしてそんなことをしたのかはわからないけど、事情を話してもつれを解くのに協力してもらおう。だけど一体どこで眠ってるのかしら。スウォの地下深くって荒はばきくらいしかないわよね。ヤクモがいる場所って言われてまず思いつくのはスメラギ寮だよね。でもあんな観光地に？どうなのユイト、あなたの家のお墓なんでしょう？やっぱそうなるよな。けど俺も建物の中には入ったことないんだよ。スメラギ寮の管理は代々当主が受け継ぐんだ。だから兄貴に聞けば何かわかるかもしれない。本部長ですか、話を聞いてくれるといいのですが。実はさっきから兄貴の端末に連絡入れてみてるんだけど繋がらない。拒否されてるのかもな。よし渡る、吹雪連隊長に頼んで兄貴に事情を伝えてもらえないか。連隊長を拒否はしないだろう。オッケー、任せとけ。ただすぐ反応あるかは分かんねえぞ。ならば一旦アジトに戻らないか。ユイとも重ねも疲れているだろう。そうね、休めるときに休んでおいた方がいいわよね。ありがとうゲンマ。じゃあみんな戻ろうか。おかえり。吹雪連隊長には連絡入れといたぜ。本部長との接触にはちょっと時間かかるかもってさ。サンキュー渡る。ついでにカレン連隊長の状況も聞いてみたんだけど、吹雪連隊長にも全くわからないらしいわ。
そうか。それじゃあやっぱり過去に。今のところ他に手がかりもないし、スメラギ寮に入れることを期待しましょう。カゲロウとも、たまには話してみるべきかしら。重ね、ちょっと試したい筋トレがあるんですが、手伝ってもらってもいいですか？ええ、いいわ。何をどうすればいいの？これからベンチプレスをするつもりなんですが、備品の重りだけでは物足りなくなってしまったんです。だから重ねの念力でバーベルをさらに下方向へ押してみてほしいんですよ。そんな負荷のかけ方をしたら危険じゃない？今の重りでもトレーニングには十分だと思うけど。いいえ、何事も挑戦ですから、お願いします。分かったわ。とりあえずやってみましょう。バーベル全然持ち上がってないわね。念力は解除しましょうか？いえ、もう少し、もうちょっとでいけそうな気が。粘り強いというか強情ね。はあ、結局1ミリも持ち上げられないとは。重ねの協力を無駄にしてしまいましたね。こういうトレーニングは非現実的だと分かっただけでも無駄ではなかったんじゃない？辛辣ですね。それにしてもやはり理想に近づくのは難しいですね。どうしてそんなに必死になっているの？今のは無理があるって自分でも分かっていたはずよ。自分の限界を超えたいんです。この間重ねと話をして僕は気づかされました。自分が能力の有無にとらわれすぎていたこと。そして大事なのは手段ではなく何をするかだと。そういえばそんな風に言ったかしら。自分が何をするか、何をしたいのか、そう考えた時、僕の頭に一つの目標が浮かんだんです。でもそれはあまりに大きい目標でした。今のままの自分では到底実現できないほど。目標って一体何なの？ベルペッパーの人間が他の人間と平等に扱われる社会を築くことです。今のニューヒム下では能力のない人間はいないも同然の扱いを受けています。そうね。私もこの間までベルペッパーなんて言葉さえ知らなかったもの。僕が能力を失うことを恐れるのもそういう社会的な状況を十分すぎるほど知っているからなんです。そこを変えなければ僕も同じベルペッパーの人々も心から不安を拭い去ることはできない。確かに大きい目標ね。でもそれがさっきの無茶なトレーニングにつながる理由はよくわからないわ。それは肉体的な限界を乗り越えることで精神的にも殻を破って成長できるかなと思いまして。一人で国全体を変えるとなれば今のままの僕ではいけないんです。もっと必死にならないと。そうでなければ成し遂げられない。いえ、僕がいくら必死になってもまだ荷が重すぎる目標なのかも。そうね。確かにルカ一人には大きすぎる問題かもしれないけれど、成し遂げられないとは思わないわ。コソネ、ちょっと見てて。何するんです？念力で持ち上げたらトレーニングの意味がないじゃないですか。それを言うならこんな無茶なトレーニングをすること自体意味のないことだったと思うけど。それは
その通りですが。私が言いたいのは、このバーベルも社会の問題も同じなんじゃないかってこと。何もかも一人で抱え込む必要はないでしょ。ルカにはルカの、私には私のできることがある。国を変えるなんて一人では無理よ。無理なことはたくさんの人と協力していけばいいんじゃない。重ねの言いたいことは分かりました。でも僕に兄のような人を動かす力があるかどうか。ルカって私の話は覚えているのに、自分で話したことはすっかり忘れてるのね。僕が話したこと。はっきりと自分の意思を持った人間は自然と周囲を引きつけるものだって言ったのはルカ自身でしょ。今のルカははっきりした目標と意思を持ってる。声を上げれば協力してくれる人はいるはずよ。なるほど。自分自身に説得されては反論できませんね。僕はやるべきことを履き違えていたようです。人の助けを借りずに自分が強くならなければと。いえ、今の自分には無理だからと理由をつけて踏み出すのを先送りにしていただけかもしれません。そうね。一歩踏み出してしまえばルカなら大した苦労はしないと思うわ。軽く言ってくれますね。でもそうですね、いつまでも立ち止まってはいられません。戦いが終わったら僕にできる限りのことをしてみます。周りに働きかけながらこの国と向き合っていく。すぐには変わらないとしても、いつかベルペッパーであることを誰もが恥じずに生きていけるように。私もできることがあれば手伝うわ。ありがとうございます。ではまずバーベルを戻してくれますか。トレーニングを再開したいので。いいけど、もう変な無茶をするつもりはないわよね。ええ、もちろん普段通りのトレーニングですよ。やはり筋肉は無理なく自分のペースで鍛えるのが一番です。それでも重りは全部つけたままなのね。無理をしないからといってトレーニングで手を抜くわけにはいきませんから。どっこいしょっと。やっぱり強情ね。でもそういうところもルカらしさなのかしら。15 16 17。聞こえてないみたい。でも楽しそうね。そっとしておきましょう。こういう姿だと時々どうしても子供っぽく見られることがあるんですよ。でも重ねは最初の頃から特に意識せず接してくれていますね。私はもともと外見があまり気にならないから。先入観を持たずにいられるのはいいことですよ。僕は感謝しています。重ね、なんだか子供っぽいですが、僕たちもっと親しくなれるでしょうか。別に年齢は関係ないと思うわ。ええ、私たちもっと理解し合えるんじゃないかしら。だから植えた花に合った水の分量を考えて、それを毎日ちゃんと。かげろう、聞いてる？おう、バッチリよ。俺が愛するつぐみちゃんの言葉を聞き漏らしたことなんかねえだろ。わかった。でもちゃんと実践してくれないと絶好だから。わかってるよ。かげろう様に任しとけって。つぐみとよく話しているわね。彼女はデートに誘わないの？おや、焼いてるのかな。ふっふっふ。俺様モテ期到来、2000年ぶりぐらいに。
だんだん分かってきたわ。もしかしてカゲロウ、つぐみや私に娘さんの。ああそうだ、カサネ、ちょっとやぼように付き合ってくれよ。今話題をそらしたわよね。いい女はそういうこと突っ込まないの。昔使ってた隠れ家を片付けに来てんだわ。隠れ家って、もしかして渡月の？ああ、ここらで工作任務をやってた時に潜伏場所として使ってた場所だ。渡月の内部情報やら極秘データやらがまだ残ってるはずだから、どうせなら取ってこようと思ってな。内部情報、それがあれば政府が今後渡月の後始末をする時に役立ちそうね。政府のためってわけじゃねえけど、渡月に関しては俺もやれることをやっときたいんでね。わかったわ、私も手伝う。場所はどこなの？菊千葉だ。それじゃ行こうぜ。隠れ家の位置情報を送るからそこに向かうぞ。た、こういう時に限って怪異が出るのな。そういえば前にここへ来た時、あなたこの街を幽霊みたいって言ってたわね。無駄よ。ちょっと重ねちまった。決めるわ、ジュミン。取り残された寂しさっつうか、まあ単なる干渉ってやつだ。ほら、先へ進むぞ。いける、終わりだ。やろうとぜ。決めるわ。逃がすと思う。
けていく。すんなり片付けません。ルカ、力を貸して。あそこに何かあるわ。なあ、カサネ、この間の話だけどよ。この間？ほら、水葉川でお前がなんか意味のあることをやれって俺に言っただろ。あれから俺なりにいろいろ考えてみたんだが、さっぱりイメージ湧かねえんだよな。渡月の計画を止めた時点で俺の役目はもう果たしちまった気がしてさ。俺みたいな過去の亡霊はそろそろお役御免で成仏する時期なのかもなって。お役御免になったのはあくまで昔のあなたでしょ。今ここにいる影楼はまだ必要とされてるわ。なあ、カサネ、気づいてるかわからねえけど、影楼なんて人間本当はいないんだぜ。どういう意味？俺は月とか渡月じゃ死んだにえるって名前で呼ばれてた。影楼団なんてただの偽名だ。言葉の通り存在しない影楼なんだよ。あなた自身にとってはそうなのかもしれない。でも私たちにとっては違うわ。たとえ本当の名前が何であっても、海抜群で私たちが接してきた影楼団は亡霊じゃない。それにさっきつぐみと楽しそうに話してたあなたはとても亡霊には見えなかったわよ。つぐみも私たちも昔の誰かさんじゃなくて影楼を必要としてるのよ。まったく、かさねちゃんってば、若いのにいいこと言うよな。お兄さん感動しちゃったぜ。そうだな、誰かに必要とされてるってことは影楼団もそんなに空っぽじゃねえのかもな。そろそろ昔の自分に始末つけて今のこの時間をちょっと大事にしてみるか。ま、そのためにもまずは古巣の片付けをしなきゃな。隠れ家まであと少しだ。行こうぜ。もっと力を。やったわ。続けていく。隠れ家があるのはこの辺りよ。そりゃ危険な場所ほど隠れるには都合がいいだろう。透明化すれば相手の危機はなんとかなるしな。なら今日も一人で来ればよかったじゃねえか。これさ、2000メートルだったら一人は厳しくて。決めるわ、ズミン。おい待てよ、冗談だよ、置いてくなって。焼き尽くすわよ。危ない。かかったら動きが鈍くなるわよ。気をつけてね。ルーだよ。決めるわ。終わりに。てら。じゃないよ。おとなしくして。もらった。ようやく着いたな。粗末な部屋だが、まあくつろいでと言いたいとこだが、ちょっと様子がおかしいな。ずいぶん散らかってるわね。荒らされたってこと？そうらしいな。ちょっと中を見てくるから待っててくれ。
ダメだ。データも何もかも持ち去られたりぶっ壊されてやがる。十中八九渡月の連中だろうな。俺が裏切ったと気づいた時にお片付けしていったんだろう。ま、そんなこったろうとは思ってたけどよ。予想してたならどうしてわざわざここまで来たの？まあな、実は確認がてらここに置きっぱなしにしてた私物を取りに来たんだが。はあ、久美、何か見つけたの？それは写真？破れてしまってるけど。ああ、まあな、昔の写真さ。昔って、もしかして家族の写真だったとか？他の切れ端も見つければ合成して復元できるかも。いや、いいんだ、別に写真はこれ一枚ってわけでもねえからよ。でも大事にしていたんでしょ？形がなくなっても残るものはあるさ。お前もこないだ言ってただろ、大事なものを失ったからこそ生きなきゃならないって。俺もいい加減先に進む時ってことなんだろう。いつまでもくよくよ引きずってちゃあいつらにもさっさと子離れしろって怒られそうだしな。そう、わかったわ。カゲロウがそれでいいなら。ああ、それでいいんだ。カサネ、今日は付き合ってもらってありがとな。お前のおかげでいろいろと気づかせてもらったよ。先に進むと言ってたけど、これからどうしていくつもりなの？まずは過去にケリをつける。渡月に関わってきた人間として、ベイブだけじゃなくカレンのことも、自分たちが引き起こした全ての結末を見届けなきゃな。それでやっと俺も過去に区切りをつけられる。それが終わったら、その後は新しい人生のことを考えてみるさ。どう生きるか、何ができるか、いろいろとな。いいんじゃない、それで。この間より格好悪くはないと思うわ。おやおや、カサネ君、大人の魅力に気づいてしまったようだね。カサネが望むならまたデートくらいは。その調子だと新しい人生とやらには当分手が届きそうにないわね。どういう意味だ？あなたが言うデートって、要するに成長した娘とデートする父親の疑似体験なんでしょ？まいったね。どうも前から言ってるだろう、そういうのは口に出すだけ野暮だって。年がいもなく若い子をデートに誘う痛いおっさんってことでいいじゃねえか。わかったわ、カゲロウおじさん。あ、やっぱお兄さんね。俺の繊細なガラスのハートが壊れそうだから。結局いつも通りのカゲロウね。ま、それでいいのかもしれないわ。大丈夫よ。じゃあスオーのカフェにでも行きましょうか。カフェ、うん。それで何を相談したいの？その
くいことなんだけど、恥ずかしいお願いだし、とっても言いにくくて。言いにくいのはよくわかったわ。話せそうになかったらまた今度でもいいけど。ううん、勇気出す。私変わりたいから。ずっと思ってたの、もっとみんなと仲良くなりたい。そのためにもっとうまく話せるようにならなきゃって。だからもしよかったら、重ね相手に人とおしゃべりする練習させてほしい。会話の練習ね。私が適任とはあまり思えないけど。重ねがいいの。重ね相手だと話しやすいから。そう、つぐみがそれでいいなら私は別に構わないわ。よかった。でも練習って何を話せばいいのかしら。私が話題を出すから。あの、最近どう？最近特に問題ないわ。そうなんだ。問題ないっていいことだよね。そうね。あ、じゃあ好きな食べ物とかある？嫌いな食べ物でもいいけど。特にないわ。そうなんだ。好き嫌いないの。いいね。ええ、そうね。それから、あの、最近の流行のファッションとかどう思う？よく知らないわ。興味ないから。そうなんだ。私も、うん、あの、あ、あと何を話せば。話題続けなきゃ。つぐみ、落ち着いて深呼吸して。思ったんだけど、やっぱりいつも通りに話した方がいいんじゃないかしら。え？でも無理に話題を探さなくても。植物の話とかあなたの好きなことならもっと楽に話せるでしょ。そうだけど、でもそれじゃ練習にならない。もっといろんなことたくさん話せるようにならなきゃ。じゃないとみんな私と話しても楽しくないから。仲良くなるにはみんなが喜ぶ話しないと。そのみんなっていうのは私も含まれるの？して？私、今までつぐみと話していてずっと楽しかったから。本当？ええ、世間のみんながどうかは知らないけど、私はつぐみの話をもっと聞いていたいと思う。でも私、重ねはずっと我慢して無理して私の話聞いてくれてるんだと思ってた。話すのも遅くて時間かかるし、
いつも迷惑かけて申し訳ないなって。私そんなに我慢強い方じゃないから、迷惑だと思ったらさっさと帰ってるわ。つぐみは私の知らない知識をたくさん持ってるし、それにいつも人のことを気遣ってる。そういう優しさがなんとなくお姉ちゃんと話していた頃みたいで、居心地のいい時間だったわ。かさね、つぐみ、顔が赤いけど大丈夫？大丈夫、ただそんな風に言ってもらえるなんて思ってなかったから。私ずっと変わらなきゃって思ってて、自分はこのままじゃダメだから違う自分にならなきゃって。でも重ねみたいに今の私をそのままで楽しいって思ってくれる人がいるなら、私自分で思ってるほどダメじゃないのかな。きっと私一人じゃないわ。カゲロウやユイとアジトのみんなも同じように感じてるんじゃないかしら。今ここにいるありのままのつぐみが好きだって。そうなのかな。そうだといいな。じゃあ私先に行くね。ええ、またアジトで。あの、私重ねと会えて本当に良かったと思う。だからもう一つだけお願い、聞いてくれる？それは内容によるわね。何？私重ねの友達になってもいい？もし嫌じゃなかったら。構わないわ、別に嫌じゃないから。でも友達ってつまりどういうもの？何をすればいいのかしら。改めて聞かれるとなんだろう。一緒に話したりお茶したり悩み事相談したり。それって今までずっとしてきたことよね。そうかも。つまり私たちだいぶ前から友達だったってこと？うん、そうみたい。じゃあ今まで通りまた友達っぽいことする？いいわね、いつでも連絡して。あ、カサネ、ごめんなさい、また驚いちゃって。別に構わないけど、何をしてたの？花が咲いたからゆっくり見てたの。あ、カサネも見る？私が育ててる花、いつでも見ていいから。人に見られると花も喜ぶし私も嬉しい。つぐみとの話は楽しいわ。うまくいくかなんて気にする必要はないと思う。
重ね、例の渡月の残党から連絡が来たの。比叡の山中のある座標に行けと指示されたわ。おびき出して情報を探ってみるつもりよ。一緒に来てもらってもいいかしら。ええ、もちろん。でも私たち二人なら、おびき出したらそのまま倒して捕まえる方が手っ取り早いんじゃない？それは向こうの出方次第ね。まずは指示された場所へ行って姿を現すのを待ちましょう。分かったわ。比叡野さんに向かいましょう。指示された座標はもう少し先よ。このまま進みましょう。強化、まだ不安を感じている。自分の存在は頼りない。重ねのおかげで少しは言わないんだけど、でも今はやるべきことは集中しましょう。私がやる。敵は電気で攻撃してきてるわね。当たると大変よ。ビリビリして動けなくなるから。無駄よ。私がやる。済み。いける。甘い。借りる足で。焼き尽くすわよ。貸してもらうわ。自爆がお得意の怪異だわ。近寄らせたら危険よ。気をつけて。足へ若者。決めるわ。終わりに。やるか。聞いてくるわ。続けて。敵をしびれたのは重ねのとどめが効果的だったわね。
存分に燃やしちゃって。これで終わりみたいね。いいえ、まだよ。そこにいるのは分かっているわ。こっちに出てきたらどう？くっ、捕まえる準備ができていなければわざわざ声をかけたりしないわ。さて、それじゃあ話を聞かせてもらいましょうか。どうやらここに来ているのはあなた一人みたいね。その顔、京香と同じ。予想していたことではあるけど、やっぱりあなたもデザインチルドレンの一人なのね。言っておくけど、たとえポープ博士の脳科学技術でも
ベイブのデータ復旧は不可能よ。無駄骨だったわね。占領だな。どういう意味？この状況で強気に出るのは得策ではないと思うけれど。必要なのは技術や知識ではない。お前の脳そのものだ。ポープ博士の記憶を持つただ一つの脳。そういうこと。私の脳を使って新しいベイブを建造するつもりだったのね。え？ベイブはあらゆる事態を想定し対処するための無数の計画を用意していた。今の状況もその一つに過ぎない。本体の機能が損なわれた場合はスペアを使用する。我々トゲツはその計画を忠実に遂行するだけだ。あなたをかわいそうに思うわ。もう命令する者もいないのに、他に生き方も知らず、行く場所もなく、与えられた命令をただ実行することしかできなかったのね。かわいそうなのは自分の方だろ。何ですって？崇高な目的に従っている限り、私は迷いも不安もなく、常に幸福なまま生きていられる。それに比べてお前はどうだ？目的を失い、存在価値を失い、不安に怯えて毎日を生きるしかない。私たちの話を聞いていたの？聞かずともわかる。私とお前は同じ価値のない命だ。ただトゲツだけが我々に価値を与えてくれる。違うわ、それは。私は強化、危ない。強化とあなたは同じじゃない。あなたはただの操り人形よ。不安や迷いなら私にだってあるわ。だけどあなたみたいにただ利用されて生きるくらいなら、不安を抱えながらでも自分の足で生きる方がずっと価値があるに決まってる。重ね、ざれ事を重ねようとお前の本質は変わらない。お前自身が一番よく知っているはずだ。そうね、分かっているわ。私はきっとこれからも不安に怯えて震えながら生きていくんでしょう。でもそれでいいの。重ねのおかげで気づけたわ。この不安は私が操り糸を断ち切った証なのね。私はもう自分の足で歩き出した。ポープ博士の記憶があろうとなかろうと、私は私なの。自らの意志で未来を選んだ時から、私は強化という一人の人間になったんだわ。彼女の身柄はスオウの叱るべき相手に引き渡したわ。トゲツ残党のことは政府に任せましょう。さて、これでやっと心配事が一つ片付いたわね。強化、気分はどう？私はやっぱり不安ね。でも嫌な気分ではないわ。この不安も私の一部だって分かったから。重ね、この間の占い師のこと覚えている？長い列に並んだことなら覚えているわ。あんな風に占いが繁盛するのはきっと誰でも未来への不安があるからなんでしょうね。そういうものなのかしら？そういうものなのよ。不安と付き合いながらみんな少しずつ前に進んでいくんだわ。さ、私も自分の未来を占ってもらわなくちゃ。今度こそ一緒に行きましょうね。つまりまたあの長い列に並ぶのね。でも強化が元気になってよかったわ。嵐といろいろ話してみるのもいいかもしれない。
相変わらず見事なグデアラっぷりね。お褒めに預かり恐悦至極。カサネは相変わらずきっちりしてて息苦しそうだな。褒めてるのよね、それ。どうもありがとう。それで最近吹雪連隊長との仲はどう？なんであいつが出てくるんだ？行方不明になった吹雪連隊長を助けに行ったでしょ。超能力をフル稼働して探し回ったくせに忘れたの？そんなこともあったかな。こう日々いろいろあってはさまつなことなど覚えていられなくてね。ま、生きているとは思うよ。それは何よりね。いつも通り。結局嵐は嵐か。重ね、姉さんの様子はどうだ？何かおかしなことはないか？いいえ、何かあったんですか？今朝突然おはようとメッセージが入っていたんだよ。こんなことは物心ついてから初めてなんだ。もしかしたら何かの暗号か、そちらで問題でも起こったのかと思ってね。異常はありませんし、嵐はいつも通りに見えます。今もソファーでくつろいでいますから。サボってるんだね。でもよかった、安心したよ。すまないが、何か変わったことがあったら連絡を頼む。吹雪連隊長も心配性ね。でも一応確認しておこうかしら。嵐、ちょっといい？外へ出て町の方まで食事に行かない？外なんて、まあたまにはいいか。でどこへ行く？本当に変だわ。吹雪がそんなことを？失礼なやつだな。重ねも石膏をよろしく使われたことに怒りたまえ。大げさね。文句があるならまたメッセージを送ったら？それにしてもどういう心境の変化？弟への連絡もそうだし、食事の誘いにも乗ってくるし。言っただろ、無駄は嫌いだが悪じゃないって。もう少し生き方を微調整してもいい気がしたのさ。私自身のバージョンアップみたいなものかな。重ねの髪飾りも、ナオミの料理の話も、それにあいつの手紙も、私が今まで無駄だと切り捨ててきたものの中に悪くないものが混じってたんじゃないかと思ったんだよ。嵐バージョン1は欠陥が多かった。バージョン2は長く稼働してたが改善点が見えた。つまり今は嵐バージョン 2.1 の稼働テスト中、オープンベータ期間というわけさ。何よそれ、わかりにくいわね。でも嵐バージョン 2.1 も悪くないわ。そうか、フィードバックは受け取った。今後の参考にさせてもらうよ。さあ、食事も終えたし気力は十分だ。それじゃあ私は寝る。そこで仕事をするって言わないあたりがバージョン2ベースって感じね。そう簡単にあれこれ変えるとエラーが出るからね。バージョンアップは少しずつだよ。あの手紙はもしかして、やっぱりあの時捨てたはずなのに。初めての思い出の品ね。嵐バージョン 2.1、 結構な大型アップデートじゃない。ああ、重ね、ちょうどいいや。よかったらこれから菊池場に行かないか？菊池場に？
何をしに行くの？ちょっと話したいことがあるんだ。この間水葉川に行った時みたいに場所を変えて話せないかと思って。分かったわ。でもお弁当は作らなくていいから、また時間がかかるでしょうし、さあ早く行きましょう。ああ、うん、わかった。じゃあ菊池場に向かおう。なんだかお弁当を作りたかったみたいな顔ね。あのビルの屋上に行こう。どうせなら地上から見渡せるような場所で話したいんだ。わかったわ。逃げ場はない。それにしてもこの店に相変わらず買い入れてる。今の俺たちが一緒に戦えばこれぐらい敵じゃないよ。さあ行こう。なあ、カサネ。前に二人でここに来た時のこと、覚えてるか？あれから随分色々あったよな。前って、いつのこと？ほら、二人で瀬戸隊長の万年筆を探しに来ただろ？カサネが心情調査だとか言ってさ。ああ、あの時。そういえば、そんなこともあったわね。お姉ちゃんのためにユイトに会って。瀬戸さんのために万年筆を。もう二人ともいないなんて。あの頃は自分がこうして世界を揺るがすような事件に巻き込まれるなんて夢にも思わなかったよ。自分だけじゃないわ。周りの人たちにも何が起きるかなんて想像もしてなかった。そうだな。もしもーし、ちょっとお邪魔するわよ。そのあたりに大きな怪異の群れを二つ確認したわ。かなりの数よ。この辺りじゃちょっと見ない規模かも。二人なら問題ないとは思うけど、一応気をつけてね。了解したわ。どうする、ユイト。二手に分かれよう。その方が早く済む。分かったわ。じゃあ私はこちら側を。ある程度撃破したら連絡するわね。ああ、お互い気をつけていこう。思ったより数が多いわね。ユイト、そっちの戦況はどう？ね、どうしたんだ？ユイト、よく聞こえないわ。ユイト、ハルカ、何が起きているかわかる？どちらも応答なし。通信障害だわ。サスまで使えなくなるなんて初めてね。なんとか切り抜けないと。囲まれたわね。でも私一人で片付けてみせる。まさかこんな急に通信障害が起きるなんて。二手に分かれたのは迂闊だったかしら。でもこの調子なら問題なく終わらせられそうです。いける。ユリナの方は大丈夫かしら。ユイナなら大丈夫。今なら終わりだ。そう信じられるから。逃がすと不思議な気持ちで信じるなんて、そんな風に思えるのはお姉ちゃんだけだったのに。離れていても声が聞けなくてもはっきり感じる。ユイともどこかで戦ってる。私を信じてくれている。だから大丈夫。後ろは振り返らない。私は私の戦いをする。決めるわ。
なかなかいいものが手に入ったわよ。無駄よ、終わりに。外角への攻撃が効いてる。破壊を狙うわ。使えないわね。まだ足りない。最後の一撃はユイトの呼吸を見てタイミングを合わせる。今のは結構ギリギリだったな。そう、私は特に不安は感じなかったわ。ユイトならあのタイミングで仕掛けると思ったから。俺は正直ドキドキしたよ。サスなしでもちゃんと連携できるもんだな。相手がユイトじゃなければ失敗していたと思うわ。うまく合わせてくれてありがとう。嬉しいな、カサネに褒めてもらえると。カサネはいつも辛口評価だから。私そんなにいつも厳しかったかしら。まあいいわ、早く上に出ましょう。ここからだとニューヒムカがよく見えるな。それで私に話したいことっていうのは？一度カサネに聞いてみたかったんだ。この戦いが終わったらどうするのかって。戦いが終わったら？難しい質問ね。ユイトは何か考えているの？え？なんとなくは考えてるけど、ちょっと大げさで笑われるかもしれないな。私はどんな答えでも笑わないわ。ありがとう。俺さ、この世界を変えたいんだ。世界を？ああ、この国の嫌な部分たくさん見てきただろ。今の世界は無数の悲しみと犠牲の上に成り立ってる。そうね。スオでもセイランでもトゲツでも、それぞれの場所で苦しんでる人たちがいた。もっと強い超能力をとか、超能力で世界を巻き戻すとか、そんなことのために何人もの人生が狂わされてきた。こんなのもう終わりにしなきゃいけない。全てが超能力のためにあるような世界じゃいけないんだ。だから俺、今みたいに何もかも能力に頼らなくてもみんなが暮らしていける世界に変えられたらって思う。きっとかなり時間はかかるだろうけどさ、もともとベルペッパーの俺にはぴったりの目標な気がするよ。ベルペッパー、そうだったわね。脳の調子はどう？
超能力を失うかもしれないという話だったけど、今のところ大きな変化はないかな。でもいずれはベルペッパーに戻るんだろうって覚悟はしてるよ。意外と落ち着いているのね。先のこととはいえ少しは落ち込んだりしているのかと思っていたわ。そう言われるとそうかな。まあ不便にはなるけど、不思議と怖くはないんだよな。さっき通信障害が起きた時も同じことを思ったんだ。さすなしでも重ねと背中合わせで戦ってた感じで。似たようなことを考えてたのね。超能力をなくすのはあんな感じなんじゃないかな。俺が重ねやみんなと繋いでるのはさすだけじゃない。顔が見えなくても声が聞けなくても本当に大事なつながりはなくならない。だから俺やっていけるよ。頼もしいわね。最初の頃は正直一緒に戦うには頼りない相手だと思っていたけれど。そう思われてるんだろうなって気はしてたよ。でも今のユイとは違うわ。きっと本当に世界を変えられると思う。コソネ、ありがとう。いいえ、私も安心したわ。この世界のことはあなたに任せてよさそうね。え、この世界って、重ねはこれからどうするつもりなんだ？まだはっきり目的が決まってるわけじゃないわ。でも漠然とこの世界の外のことを考えてる。外？この世界、ニューヒムカの外って、まさかあの月？人類が月から来たって話を聞いてからずっと気になってはいたの。この世界の外に私の知らなかった世界があって、そこには私の知らない人たちが生きている。そして地上と同じようにみんな苦しんでいる。怪異に襲われる人たち、怪異化した人たち、そう考えたら放っておけない気がしたの。私が何か力になれるんじゃないかって。月の世界か。話としては理解したつもりだったけど、スケールでかすぎて全然実感できてなかったよ。まして、そこに生きてる人たちを助けるなんて考えもしなかった。やっぱり重ねはすごいな。すごくなんかないわ。私はただ守れたはずの人を見過ごして後悔したくないだけ。そう、お姉ちゃんにずっと守ってもらってたから、今度は私が誰かを守る側になる。重ねはさ、そうやって誰かを守るためにたとえ一人でも前に出て立ち向かっていくんだよな。まるで怖いものなしみたいに。子供の頃の俺はその姿に憧れたんだ。俺もそんな風になりたいって。もう十分なっていると思うわ。それに私が一人でも怖いものなしだなんて買いかぶりすぎよ。さっきあなたも言っていたでしょ、本当に大事なつながりは会えなくなっても消えたりしないって。それってナオミのこと？お姉ちゃんだけじゃないわ。ママとの記憶も、あなたやみんなと過ごしてきた思い出も全部私の胸に残ってる。ずっと私のそばにいる。怖がらずにいられるのはそのことに気づいてからよ。一人でも一人じゃないってことか。いいな、それだから今ならどこへでも行ける気がするの。あの空の向こうだって夢みたいな話だけど。
いけるよ、きっと。いや、絶対。ありがとう。ってことは、俺も重ねもこれからは別々の道を行くことになりそうだな。私たちだけじゃないわ。みんなそれぞれの道を見つけて、少しずつ離れ離れになっていくんだと思う。うん。寂しくないって言えば嘘になるけど、離れていても仲間だから。ああ、さてと、そろそろアジトに戻ろうか。そうね。戦いの前にも後にもやることが山積みだもの。まずは目の前のことから片付けないと。でもちょっと楽しみだな。重ねの話聞いたらなんかワクワクしてきたよ、これからのこと。簡単なことではないわよ、お互いに。だから頑張りましょう、それぞれの場所で。ああ、絶対今よりいい未来にしてみせる。どれだけ時間がかかっても。時間をかけるのもいいけど、のんびりしていると私が先に月を平和にして戻ってくるわよ。え、これ競争なのか？重ねは負けず嫌いだな。